株式会社タニタの谷田千里社長とお送りしている銀座クロッシングトーク。栄養士の免許取得から紆余曲折、谷田さんは経営コンサルタントとして働き始めました。その数年後に転機が訪れます。2001年にお父様に誘われる形で、はい、タニタに入社されたということですけど、全くこうそういうつもりがなかったところから入社をどうして決められたのかっていうところを教えていただきたいです。多分成長期終わってて、そのもちろん感情的なのも終わってましたし、あとはやっぱりコンサルタントをやってたのがあって、やっぱり企業の上の方と会うことが非常に多くなってまして、その自分がその父を理解できるレベルが上がってたのと、成長してたのとですね、あとは散々迷ったんですけど、やっぱり育ててくれた先輩に相談した時に、性格的に優しい方なんで、親御さんが困ってるって言ったら、どうせお前なんか手伝うんだろ、ノーって言えないだろって言われて、であれば自分から売り込むのと壊れてる時に行くのと、どっちがバリューが高いんだって言われて、言われてる時ですよねっていう話で、どっちかっていうとその押し出してくれて、本当はすごく未練たらたらだったんですけど、そういういろんな言い方でその時の先輩方がもうここでいいんじゃないのって押し出してくれたんで転職したんです。タニタ入社後は経営コンサルタントの経験を生かして社内改革に取り組もうとしますが、コンサルタントとしての目線で当時のタニタを見た時には、そうですね、やっぱり中小企業なんでしょうがないんでしょうけど、一生懸命いろんな企業さんにアドバイスするために、今でいう MBA の知識っていうんですか、学んだので、何にもないで経験則でものを言われてて、もうちょっとロジカルにやりましょうよっていうところが、間違ってるところは全然いや前もそういうふうにやってましたからって言われるんで、っていうのがもう本当に最初です。でも谷野さん結構ストレートにものをおっしゃるタイプの方だから、バン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 ストレート直球投げてたら、はい、そうです、結構なんか摩擦が起きちゃったっていうの話も、そうなんです、はい、もう今から教えてあげたいぐらいな話ですけども自分に過去の自分に、はい、もうバンバン言ってたんで何ですかね、 2,3 年して海外出向だっていう話になるんですね。社内での軋轢から父親の判断でアメリカの現地法人に出向した谷田さん、そこで得た気づきにより仕事への意識が大きく変わったといいます。直球でバンバンものをおっしゃってた時のご自身と、そのアメリカ行ってからのまた視野の広がり方とか、いろいろ気づきがあったかと思うんですけど、もうこんなにマーケット広いんだなとかですね、本当に大陸自体も広くて、こんなに違うんだっていうのは本当に住んでみて本当に実感しました。私は結構やっぱりロジカルにというか、その理論的にやる方なんで、仕事は仕事、アフターファイブはアフターファイブ、割と本当に外資系タイプですよね。はい、いや、そういうタイプだったんですけど、それを怒られたんですよ。当時 そのアメリカの社長から、お前そうじゃねえぞっていう話で怒られて、この、9時から5時の間に仕事をうまく回すんだったら、人間関係が良くないと回らないんだから、ちゃんとアフターファイブ付き合うとか、そのいろいろやるのも仕事のうちだからって言われて、だからお前がもしビール一杯飲みに行ったとしても、その従業員ですよ、その経費は会社に請求するべきだって言われて、あ、何それっていう、仕事のうちだと。これ日本人の方ですか、アメリカ人？アメリカ人です。アメリカ人の方にそう言われるのは結構衝撃ですよね。そうです、今までタニタでは言われたことなくて、普通に自分の金を出してみんなでワイワイやったんですけど、仕事のうちだって言われたの初めてで、もう雷に打たれた衝撃で、っていう。でそれでその方もそれをやっていて、ウェットの付け方もちゃんとやられてて、でもそれって腹の中ではお仕事のうちだぞっていうのが分かるように、私に教えてくださったので、子息を預かってるんでっていうことで、すごくいろいろ教えてもらったと思うんですけど、すごくためになりました、自分の中で。なるほど。日本に呼び戻された谷田さんは2008年社長に就任。行き詰まりの見えていた既存の事業をいかに立て直すか、谷田さんが取った生き残り戦略とは。当時はその新たなヒット商品がない中で、ちょっと会社もやや悩みを抱えているような状況、この中でその谷田さんが考えられたその生存戦略といいますか、そのあたりってちょっと教えていただきたいんですけど。いろいろ考えてましたけど、まずはその赤字止めなきゃいけないなと思ってたんで、どっちかっていうと積極的にその広報活動というか、いろいろやらせていただいてて、さっきの書籍の流れとかは
その流れの一環なんです、ね、うん、でその他でもやってたのは、当時そのすごく流行っていたニコニコ動画に自分でチャンネルを持って、自分が自ら出ていって、ライバル商品との比較をやったりとか、うん、いうことを、やり始めました。そんな中、谷田さんは当時赤字だったある事業に目をつけます。それはタニタの計測機器で測ったデータを通信機能でサーバーに飛ばし、ウェブで確認できるサービス。現在でいう IoT の機械を売ってたんですけど、当然その IoT って言われる前から作ってたので、まあ、売れなくて高くて、うん、どうともならなかったその機種があって、でそれを私が社長の椅子に着いた時にですね、もう廃盤にしましょうよっていう圧力が非常にかかりました、はい、で父は先に仕込みをする人間だったので、その IoT の機械を作るだけではなく、製品作るだけではなく、そのデータを受けて何とかしようっていう子会社を作っていて、なので、まあ、製品が売れてないんでデータお客様から来るわけなくて、赤字の商品群、大赤字の子会社持ってて、さあいつこいつ潰すんだっていう状態でこう社長になりましたっていう、はい、話なんですけど、私も同じ電子積んでるんで、まあ、これ多分なんとかなるなと、こういうビジネスしかもう多分その生き残りはないんじゃないかなと思ったので、はい、これをなんとかしようってぐちゃ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 やってる間に生まれたのが谷田健康プログラムっていうやつで、これをその谷田健康プログラムを使うと医療費下がりますよと、うん、経営側 のコストが下がりますよっていう形で言い直したら付加価値があるんじゃないかって言って今もやってます。このタニタ健康プログラムは実際にタニタの社員向けに実施して成果が得られた健康施策を商品化したもの。現在企業や自治体で導入されているその内容は後編で詳しくご紹介します。生活習慣病の予防っていうことをね、改めてそのキーワードという形にされたわけですけど、はい、それって結構他でもそれ似たようなことをやろうとしてるっていうところはあったと思うんですけど、はい、成功のポイントといいますか、まあ、学術的に言ったら早くやったからっていうことなんでしょうけど、うん、私の感想からすると意図しないレベルでお客様の認知が上がった。うーん、私はその先ほどお話したようにそのお客様のクレームというか苦情があったのでレストラン開きました。で社内的にも新しいことをやっていいんだぞっていう社員にもアピールしたかったので、まあ、レストランやりましたっていう2つの理由だったんですけど、お客様がですね、見たこのタイトルのイメージがもうなんか健康のつったらもうタイトルだよねっていうことをこう言われだしたんで、私以下社員も含めていやこうならなくちゃいけなくないっていう、その何でしょうね、すごく期待感が増えたので、それに合わそうと思って頑張れたのが良かったんじゃないかなと。ああ、じゃあ社員の方々全体の意識もそれによって変わったという。そうです、ね、はい、例えばその時によく聞いたお話ですと、結婚するとか祝電打ちますって、でなんとか事業部一同ですってやる時って言って、谷田のなんとかって言うじゃないですか。そうするとオペレーターの方が谷田さんですかって言われましたよっていう話がこう出てきてて、やっぱりこう我々が世の中に役立ってますっていうのがすごくこう社内で出るようになってて、でそこで終わってればよかったんですけど、すごく期待されてるんで、なのでお客様の期待があるんで、それは裏切らないように皆さんやってきたメーカーだったので、こうなるべきじゃないっていうのがこう自分たちで中で決めた目標ではなくて、外からの期待値が目標になったのが、まあ、うまくいった原因の一個じゃないかなって思ってます。次回は谷田千里さんの後編。一国一城のあるですよってなった方が心の健康にもいいんじゃない、あ、この制度ってそもそも今言ってる働き方革命のど真ん中だなって思ったんで、名称を日本活性化プロジェクトにして、健康プログラム、働き方改革など谷田のイノベーションについてクロッシングトーク。